申し訳ないです。時間間違えてました。ほんまにごめんなさい。昨日多分ツイートに5時15分って書いてたんですけど、4時15分です。ごめんなさい、ほんまに。すいません。本当にごめんなさい。ごめんなさい、ほんまに。1時間。何も気にせずやっちゃいました。ちょっとテロップを書き直します。すいません、今夜公園に向かってます。ほんまですか。お待ちしてます。明日は劇場に来ますわ。ありがとうございます。明日は南波英語開花宣言公演があります。お昼公演ありがとうございました。お昼公演ありました。楽しかったです。ありがとうございます。よかったです。ひなちゃんに黙ってくださいかな、黙ってくださいと言われた人生でした。ファンの人にはいません。そうですね。でも B2 の先輩方とかにはもう容赦なく全然言えるようになりましたね。何でもまたちょっと NM さんの先輩はちょっとまだ遠慮してるところがあるんですけど、いつかあれですね、 B2 以外の先輩も言えるようになりたいですね。ユミうるさいって言ったら言えない。ユミさんには言えないです。ユミさんはもうユミさんが一番あれですね、遠慮しちゃいますね。でも逆になんかボケてくださるから、ボケてくださるっていうか、なんか東京のコンサートでもその大喜利するところがあったんですね。大喜利っていうか寸劇をするところがあって、でそこでユミさんを睨むっていうシーンがあったんですよ。睨んであんっていうところがあったんです。それでちょっとやりやすくはなってないんですけど、なんかと近づいたかなって思いますね。お疲れ様です。
きみちゃんとユーミンの絡み好きありがとうございます、本当に雪乃も好きですもう N さんは全員好きなんですけど、ユミさんとカリさん推しなので、君はチーム N でも輝いてますね。ほんまですか、ありがとうございます。石田神々ジム入会する、いやほんまに入会した方がいいほど雪乃も噛むんですよねユミさんと並べるぐらいじゃないかなって自分の中では思ってます。仲良くなりたいですほんまに。ちょっと愛香さんみたいに、愛香さんみたいに愛香さんにあんな言えるんやったらね、ユミさんにも言えるようになりたいですね。でもあの MC 全体 MC のその愛香さんに黙ってくださいかなんか言うところがあったんですよ、ね、その時にかりんさんがほんまにナイスってとかめっちゃ気持ちいいとか言ってくれたのがほんまに嬉しくってほんまにもうめちゃめちゃ嬉しかったです。まずこじりんぐらいから行こう。かりんさん、かりんさんですか、だいぶハードル高いですけど、ちょっとまずは仲良くなって、普段仲良くないっていうわけではないんですけど、多分もっともっと普段から仲良くなってしたいですね。あれは打ち合わせしてたの？してないですね、完全にしてないです雪菜のその何言おうかなとは考えてたんですけど、そこまで突っ込むところとかは全然決まってないですね。絶妙なタイミングでありがとうございますいつよいつよと思いながら言ってたんですよね。ウーカさんに似てみて、ウーカさん、ウーカさんはもう2期生さん、3期生さんはやばいですね。いやもうどの期生さんもやばいんですけど、全然まだ言えるほどじゃないので。でもまずあの7期生さんたちとその6期生さんから上の方たちはまずいる時間が違うんで、いる時間で一緒に過ごす時間が結構違うので、まだちょっと本性は出し切れてないですね。まだしおりちゃんは喜ばれるから逆効果だよ、逆効果だよ。しおりさんはいつちょっと襲われるかわからないんでまだ猫かぶってる、かぶってるかもですね。でもそんな気軽にはまだ話せてないですね。だから坂田美咲とかその8期とか
8期とか7期生さんとかが出てくださってたらまだちょっと気持ちは楽ですね。楽っていうか安心できますね。マイティさん、まあ、何言っても許してくれそうよ。マイティさんは、マイティさんでもボケですか、あれボケあれって言ったらあれやけど、なんか割とマイティさんは突っ込むっていう感じのイメージがあって、なんかあんまりマイティさんが突っ込まれてる感じはしないですね。ボケないよ。そんなに見たことないですね、ゆきのマイティさんがボケてるところ。今度言ってみよう。あー、マイちゃんいじられキャラ、そうなんや。天然、うん。でもそれで言うとアンジュさんもですよね。アンジュさんも結構天然じゃないですか。ね、天然ですよね。かわいい。人見知りのはるちゃんは、人見知りのはるかさん、はるかさん人見知りなんですか。そんな感じしないですけど。8期生で天然キャラっていますか。います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 。アミ、服のアミ。あれはなんて言ったらいいの、アホやし天然やしみたいな、その2つが掛け合わさってるのがアミですね。うん、めちゃくちゃ人見知りやで、はるちゃん。そうなんや。そんな組み合わせじゃないわ。そんな感じしないんですけどね。ゆきのちゃんのダンス、はるちゃんと似てるやね。ほんまですか。それはなんてこった、嬉しい。ありがとうございます。ほんまにアミはびっくりするほどアホ。ほんまにヤヨは天然、ヤヨはどうなんやろ、天然ではなさそうな気しますけどね。どうなんやろ。でもアミのほんまにそういうところが可愛いです。ユキノはめっちゃ好きです。アミのなんかワードセンスもめっちゃいいじゃないですか。アミちゃんアレクサとバトルするぐらいめっちゃおもろい。アミちゃんに会いたくなって、アミ最近ずっと会えてない。アミどこにおんの今。びっくりするほど顔も見えへんけど。いい天然、そうですね、ほんまにいい天然です。それが売りっていうところもあるんで、そんなに一緒にならないんで。そうですね、ならないです。ならないですね、あんまり。人狼で中学生は出ないか。そうなんですよ、中学生出ないです。アミちゃんペットロスやから、ナナさん見てあげて、優しくしたってな。本当に今はね
そんなきつい言葉とか言うことないですけど、優しい言葉をかけてあげないといけない時なので、ゆきなちゃん留守中にいっぱい公園出てるのは雨ですか？ねえ、でもこの間めちゃめちゃ久しぶりに南海公園出たんですよね。で、ほんならもうなんか、あ、これこれみたいになりました。へそ出し、へそ出しって生誕 T シャツ本当に出すの？いやあれ本当じゃないですよ。へそ出し肩出しはしない予定ですね。一番最初の生誕 T なんで。あれはどうしようかな。でもいつかやりたいなと思ってます。どんなんか期待していてください。可愛いの作ります。どうなんですかね、なんかできるんですかね。でも買える、買えるっていうか着れる人少なそう。でもなんか彩香が案出してくれたのはその点線書いといて自由に切ってくださいみたいな。何なんでいいんちゃうかなみたいな話をしてたんですけど、さすがにお腹こうとか壊してほしくないんで。そうなんです、風邪をひいてほしくないので。その T シャツにしようかなと思ってます。色は決まったのかな。はい、決まりました。もう今イラスト作成中で、めっちゃいい感じの T シャツになりそうです。生誕って予約してきた。ほんまですか、やった、ありがとうございます。まだ予約できるのでぜひ皆様してない人がいたらしてください。普段から着れそう、普段から着れそう、どうやろう。着れるめっちゃ切れるかなみたいな感じです。まあお楽しみにしといてください。 iPhone にミルクティー持ってくるの面白かった。 iPhone 頑張ってたから。生誕 T シャツ、雪乃ちゃんから見て知らないファンでも買ってるか。全然全然お買い求めください。でもどうやろう、 T シャツの色とかがあれかもしれないですね。イラストもなんか、どうなんやろう。でも人によるんじゃないですか、普段から着れるとか着れないとか。おじさんでも着れますか。全然着れます、全然着れます。もう5枚くらい着てます、来てください。一つ予約したけど、あと何着予約したらいいの。もう好きなだけどうぞ。好きなだけどうぞ。破れた時用にとか、なくした時用にとか、もう何本も買ってください。そんな好きなだけお任せします、全然。
きなちゃんを信じる、信じて切るしかないね。え、怖っ。待って、怖っ。正探偵は基本部屋着かな。あ、部屋着なら全然切れると思います。劇場を来るとき、来るとき切れるかな、分からへんけど。まだ違う紙に書いて、なんか、なんて言うんですか、あれ、なんて言うんですか、お手本みたいな感じで書いてるんですよ、ちっちゃい紙に。それをまだ T シャツの本気で書かなあかん部分に書いてないんで、どんなになるかは分からないんですけど。あ、そうです、下書き。もうバカだから、怖いな、多分劇場でしか着れないです。ほんまにどうなるんですかね。雪菜でもまだ分かってないです。ほんまに簡単でしか書いてないんで、全然デザインでダメ出しなんてないですよね。そうなんですかね、わからないです。まだイラストは提出してないので、どうなんですかね。おへそ書いて。いや、一回ほんまに、なんて言ったらいいやろ、お腹のおへそぐらいから、なんて言ったらいいやろ、お腹のイラストを描いて腹出し風にしようかなと思ったんですよ。上は普通の服着てて、下はお腹のイラストみたいな感じにしようかなって思ったんですけど、ちょっと最初やから、記念というか、なんか、まあ残るじゃないですか、絶対に。何でもそうなんだけど。だから、しかも分かりやすいじゃないですか、劇場とかで来てくださった時に見つけやすいから、それにしようかなと思ったんですけど、その際はくびれお願いします。くびれ、うん、どうしよう。2種類描きたいんですよね、雪の。それやったらなんかめっちゃウエスト細い T シャツと、めっちゃ腹筋割れてるT シャツを描きたいんですよ。まあ、それかなんか半分に割って、お腹をこう半分に割って、こっちは女性、こっちは男性みたいな感じにしようかな。いや、でもほんまにそれするかわからないですよ、今例えで話してるだけで。でも多分しないですね。どうなんやろう、するんかな。人体模型的なイメージな。そうです、そうです、そうです。どうしようかな。でも今回の正探偵のイラストはもうほぼ決まってるんで、あとは微調整みたいな感じですね。何がいいとかありますか。こんなん聞くもんじゃない。インパクト一番だけ間違いなんで。そうですよね、分かりやすいですよね、絶対に、絶対に分かりやすいんですよ。いや、でもお見送り会の時はそれでめちゃめちゃ分かりやすいと思うんですよ。でもあれなんですよね、ファンの方が座ってる時、座って見られてる方は
どうなんやろって思いますね。普通の服に見えんちゃうかなとか。終わろうかな。もう突然でごめんなさい、いろいろハプニングでごめんなさい、ほんまに。すいませんね。どうしよう。何分まで。どうしよう、ほんまにトラブル続き。すいません、ほんまに。ごめんなさい。そろそろランキングを読もうかな。強制終了じゃないです。はい、もうちょっと準備をしなきゃいけないのでランキングを読んでいきます。13位、いのちょさん、ありがとうございます。12位、田中幸雄さん、ありがとうございます。11位、ベニズワイガニエビビさん、ありがとうございます。合ってるかな。10位、野原慎之介さん、ありがとうございます。9位、長野さん、ありがとうございます。8位、ジョエルさん、ありがとうございます。7位、日本人さん、ありがとうございます。6位、小堀さん、ありがとうございます。5位、デコデコさん、ありがとうございます。ちょっと合ってるか不安だよな。4位、薄いケテルトさん、ありがとうございます。3位、コロワンさん、ありがとうございます。12位ちゃうわ、2位、みずりんさん、ありがとうございます。そして1位は、プニちゃんのプニってしてるところさん、ありがとうございます。トラブルがたくさんあって本当に申し訳ない配信だったんですけども、はい、夜公演も行ってきたいと思います。頑張ります。ハプニングでは夜公演も頑張りますので、皆さん劇場配信でご覧ください。ありがとうございました。またねー。